お待ち、お待ち、お待ち。人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。タンメン、麺抜きね。はい、お待ち、麺抜き。いただきます。このお店は食べたいもの言えば何でも作ってくれるから、好きなもの言って。営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。いらっしゃい。ハハラと、私ね、ようやく誰にでも胸張って言えるくらい今の仕事気に入ってるの。分かってるよ。ガキ連れてこんな暮らしは続かねえってことぐらい。師匠の女、寝とる弟子がどこにいるんだよ。師匠からもらった恩、少しばかり返してみちゃどうだい。小さなカウンターで生まれる人生の分岐点。父と母ね、また一からお店をやり直したいって張り切ってるの。大都会の片隅で小さなドラマがまた今日も。マスターは幸せな人ね。あんなにいい人たちに囲まれて。今日はおごるよ。ネットフリックスオリジナルドラマ深夜食堂、東京ストーリーズ。